テレ東ビズ。テレ東ニュースとテレビ東京ビジネスオンデマンドはこの春テレ東ビズに名称を変更します。今や国民的アプリとなった LINE で、個人情報が中国の委託先企業の社員によって閲覧可能になっていた問題、実はここ永田町では今回の問題を受けてあるキーワードが注目されています。国産のですね、通信アプリというのは絶対必要だと思うんです。これはもう安全保障上必要だと思って。国民生活も含めて経済安全保障というものをしっかりと考えていかなければならない、その中の一つであると認識しております。そのキーワードとは経済安全保障です。 LINE はこれまで中国にある関連会社や業務委託先の中国企業に開発やコンテンツ監視の一部を任せてきました。そのうち関連会社の社員4人が国内利用者の個人情報にアクセス可能な状態だったと明らかにしました。 LINE 側は情報漏洩について現時点で確認していないとしましたが、中国から日本国内のサーバーにある個人情報へのアクセスを遮断し、今後はデータを完全に国内へ移転する方針も示しました。国会でも今回の LINE 問題が取り上げられた際に出てきたのがこの経済安全保障という言葉でした。この経済安全保障という言葉が今永田町で注目されています。そもそも国家の安全保障とは国家の安全や生存権といったものを確保することを指します。従来は防衛力の整備や外国との間で条約を結ぶことなどによって担保しようとしてきました。しかし工業技術の発展などによって軍需に使われる技術と民生品で使われる技術のデュアルユース、つまり相互利用などが進んだことを受け、軍事転用可能な技術の流出防止や輸出管理、さらには個人情報などのビッグデータといった経済的要素が国家の安全保障に影響を及ぼすようになりました。そこで国家の生存や独立及び繁栄を経済面からも確保しようとすることを経済安全保障と呼ぶようになりました。中国には国家情報法という法律があり、民間企業に国家の情報収集への協力を義務付けています。これによって今回の LINE の問題では、日本の利用者のデータが中国当局に渡るリスクがあるため、これが経済安全保障上問題があるのではないかと指摘されたのです。その中国は近年この経済安全保障で存在感を増しています。去年12月には輸出管理法を施行、国の安全や利益を守るため対象となる品目の輸出を許可制にするほか、特定の外国企業などをリスト化して輸出を禁止または制限しました。今後日本メーカーの電気自動車や家電などの生産に欠かせない希少な資源レアメタルの調達に影響が出るのではないかとの声が上がっているのです。さらにこれも経済安全保障のカードに使ってきました。パイナップルです。中国は害虫検出を理由に3月1日から台湾産パイナップルの輸入を停止。今回の措置は中国と距離を置く蔡英文政権に対する圧力だとの見方があります。各国がしのぎを削る経済安全保障分野について政策提言などを行っている自民党のルール形成戦略議員連盟で事務局長を務める中山紀弘衆議院議員に話を聞きました。一般の皆さんが使っているものから、もちろんいわゆる先端基盤技術とか新興技術と言われるような、これは 5G であったりとか、さまざまなその AI であったりとか、そういったところを非常に安全保障において機微な、そういった分野においても今米中においてはですね、非常にしのぎを削っているところだと思います。中国の GDP は我が国に比べても3分の1でしたが、今や追い抜きですね、
まあ、これ2030年代初頭、早ければ2028年には米国とその GDP が肩を並べる、中国の中におけるその自由であったりとか、またあのまして民主主義とか、まあ、そことは異なる体制の中でですね、まあ、経済がいわゆる国家資本主義の中で推し進められることに対して、あの日本一国でこれが対峙ができるかというと、なかなか厳しい状況になってきたと思います。今あの国際機関、特にあの国連の関係機関、専門機関の中15ありますけれども、そのうちの4つが、まあ、中国がトップポスト、いわゆる事務局長ポストをですね、占めています。国際機関のトップ人事っていうものも、はい、この経済安全保障には含まれるんですか？あのこれはあの大きく含まれると思います。公平で公正で中立で透明な国際機関をまず作る、これはあのコロナ禍においてですね、 WHO の事務局長が、当初あのもともとその事務局長は、まあ、エチオピアの方でありますけども、閣僚経験者でありますけども、あの中国との関係性を持って政権を担って、そしてその政権の閣僚を経た上で、まあ、WHO の事務局長になりました。あのそういった観点からも中国をおもんばかったと思われるような発言を当初しておりまして、今少し変わってきている部分はありますが、あのこういったですね、世界保健機関の事務局長、非常に世界の公衆衛生にとって大事な、あの保健衛生にとっては大事なポジションを、中国の意向を反映する、あの中国はですね、公平で中立で透明性があればまた違いますが、決してそういう運用では私はないと思ってますし、そういったことからも、あのしかるべくその国際機関の人事というものは、抑えていかないといけないと思っています。これまで日本が取り組んできた経済安全保障、どういったものがあったんでしょうか？あのまずその経済安全保障の観点を政府全体として共有しなければいけないということです。で、経済安全保障にはあの経済安全保障の観点で、まあ、調査というかですね、分析をする必要もあります。で、我が国にはそういうその観点で調査をする、分析をする、場合によっては情報をこう収集をする、そういった文化をこう前面に出したというものはなかったと思います。まず私たちがあのこれルール形成戦略議員連盟で議論をさせていただいたのは、この経済安全保障を担当する我が国の司令塔となる、そういった組織を作らなければいけないということでした。日本においてもですね、いわゆる日本版の NEC 国家経済会議を創設すべきだということを議員連盟で提言をまとめさせていただいて、2020年昨年の4月1日に正式にこの NSS の経済班が発足をするようになりました。特に日本はその経済大国でも、経済がやっぱり国の原動力だと思うんですけども、はい、そういう中でやっぱりこの経済安保というのは、特にやっぱり日本が取り組むべきところというのはどういうことなんでしょう？戦後ですね、中心に、その防衛であったりとか安全保障というのは経済とは関わらない方がいいというような、まあ、こうあのそこにこう思考しないような、そういった心持ちだったと思いますが、これからはあの安全保障が私たちの生活だったり企業の活動にとってもですね、非常に念頭において行わなければ、強いてはあの自身の暮らしやまた企業に跳ね返ってくる話になっていくということを前提にですね、していくことだと思っています。インタビューの中で中山議員が、経済安全保障は価値観と価値観の対立だと話していたことが非常に印象的でした。経済安全保障の考え方のもと、日本がどう各国と向き合っていくのか、引き続き取材していきます。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。